モグラが走り回っております。あ、この前煙幕玉入れたところも走っております。昨日はなかったところが持ち上がっております。この硬い土の下通っております。モグラ塚です。あ、これ新たに土掘り上げてきております。畑の方にも入っております。キャベツの方にも入ってます。まあ、野菜はどうでもいいけど、今日はモグラのトンネルがどのようになってどういう動きをしているかちょっと見てみたいんで、煙幕玉と発煙筒を、モグラの穴手を加えずに、煙を送り込んでみたいと思います。買いました、煙幕玉です。モグラの追い出し用です。モグラの追い出し用の煙幕玉です。出るか出んかは分かりません。実験にやっています。すぐちょっと土が濡れてたら消えてしまうんで、以前使った発煙筒の使用の仕方、使用の仕方というより点火の仕方も、まあ、見ていただけるんじゃないかと思うんで、発煙筒と煙幕玉両方でモグラの穴に煙を送ってみたいと思います。それじゃあ固定します。この下に穴が見えにくい。どうしたか。お、この下穴開いた。こっちやな。
モグラのアンナです。その向こうに巻いてます。こちらも巻いてます。どうして火つけよう。よいしょ。気をつけてガジャンと行こうか。やりにくいな。煙幕玉をどっち向きにしようか。煙幕玉を煙幕玉を5個用意しました。よいしょ。うまいことブロックは乗せられるか。発煙筒です。今回は有効期限入ってます。抜きました。取ってつけます。よし。はい、煙幕玉です。どこまでトンネルが成分は弱なんで今日安全です。これ伝わってる。この下どこまで行ってる。こういうところから煙が出てくれたら
こには煙が来てない。今のところとこことは繋がってない。あ、ここは繋がってる。ここは繋がってる。ここへは煙が来てます。見えるかな？映ってるかな？ここへは煙が来てます。他にはきてない。ここはつながってるけど、どうも分かりにくい。白菜の方には行ってるところにはつながってません。ここ出てくるか。どういうトンネルになってるのか。